AMC AMX AM GT は1968年の巡回モーター商用にアメリカンモーターズが開発したコンセプトカーである。この車はモノコック構造、ピラーのないドアグランツーリスモクーペ型スタイルを持ち、立ち切ったような後端部のデザイン処理は AMC のカーデザイナーであるリチャード・ティーグの影響が現れていた。AMX GT の側面 AMX GT は 四座クーペのジャベリンのホイールベースを97インチに短縮し、車高を低め、屋根をチョップトップとして、車体後端を切り詰めて製作された。一台のみ製作された、この車のボディは、グラスファイバー製の車体後部と、車体側面に装着した、マッチョエクゾーストパイプを備えていた。AMX GT には2種類が存在した。百六十八年四月のニューヨーク。 国際オートショーに展示された車両は赤色のボディに車体側面から天井にかけて白いストライプが塗られ平滑な皿型のホイールカバーを装着した通常の黒いタイヤを履きサイドダッシュマフラーラムエアインテーク付きのボンネットスポイラーを一体化した屋根とビリピラーのない固定式の後部側面窓を備えていた車輪は間もなくグッドイヤー製のホワイトレタータイヤと5本スポークの 合金製ホイールの組み合わせに変更された。ボンネットと屋根は対照的なコニ色に塗り直されたが、以後この配色はこの車の主要な特徴となり、後に AMC が赤、白、青帯の塗色に変更するまで、初期のワークスレースカーにも採用された。AMXGT の特徴のいくつかは、以降の量産モデルやそのオプションに取り入れられた。その最初の一つは、 1969年式のジャベリンと AMX にオプション設定されたサイドエクゾーストパイプである。また、AMX GT のエアスクープに多少改良を加えたものが1970年式のジャベリンと AMX に設定されたメーカーオプションの g パッケージに盛り込まれた。 シャドーマスクと名付けられたつや消し黒の塗装も1970年式の AMX にオプション設定された。AMX GT の断ち切ったような後端部のデザイン処理は1970年に登場したサブコンパクトカーのグレムリンで再現された。AMC の限りある資源を最大限に活用する t ィ a g のこのデザイン手法は既存のプラットフォームから新たな車種を生み出すこととなった。 AMXGT の周りに集合した AMC の重役人。ロイディ・チェイピン・ジュニア、ウィリアム・ V ・ラーナバーク、リチャード・ー、e、クロス株主に配布された AMC の1969年度の年次報告書では AMXGT の様々なデザインスケッチや候補案が AMC の重役人の写真の背景として使用された。 取締役会の公式写真では役員たちが2番目のこのコンセプトカートと共に写っているが、この時点でこの車のボンネットと屋根は黒色に塗装されている。ありがとうございます。